あ、薬飲む、飲んでるから、いつも。あ、いつもね、ね、飲んでるから。今日飲んでねえから、あ、飲む前の。ちょっと飲ませて、まず一回飲ませて。今日飲んでないから。だいたいいつもね、夕方6時に飲むね。あ、そうなんだ。今日飲んでない。飲んでなくて、もうわからんから夢中で。やっぱ薬飲むと変わるの。あ、やっぱ気持ちは変わるよ、全然。どのように変わるの。あー、これはね、うん、何かなんつうの、なんかあの、でもね、あの、今言われて、うん、パンって気づいたから。おでもね、いける、言えるの、多分ね、これが多分ね、あと12時間とか、24時間とかになると、俺もだ、なんかちょっと、何、離脱症状みたいになってくるかもしれんけど、まあ、今ちょっと、ね、今、お酒で緩和されちゃったと思う。おいいじゃん、じゃあ。いや、違うね。結局は飲まなかんの。そういうことやねん、お前。いや、だからちょっと飲もう。おもろいよ、お前。まあ飲もう、まあじゃあ飲もう。いや、もういや、これいつも、いや、いつもやってることだからいい。いや、薬飲むと、めちゃくちゃ真面目な回答して。ああ、はいはいはい。ね、ちょっとズバーンと。ズバーンっていっちゃうんだけど。ストライク投げられるってことね。ストライク、俺の場合も、だから、俺薬飲むことによって、今半分入ってるけど、うん、薬飲むとはシンカーとかさ、うん、ナックルボールがいける。もうスライダーも全然いけるんだ。スライダーも全然いける。本当に？本当だったよ。もう本当だよ。ちょっと、この後また撮るけど。フォークで、杉下茂みたいになるわ。おお、古いな、もう。だから。そうそう、面白いけど。なるほどね。まあ、ちょっとやってみよう、一回ね、うん。おもろかったら、もう、ガンガン薬やっちゃえよ、みたいな。じゃあ、俺が、じゃあ、お前おかしい。MDSA でも、マリファイもやっちゃえよ、みたいな。ADHD だよ、お前は。うん、ええよ。それは薬じゃねえよ、もう症状だよ、ちょっと面白かったよ。そもそも。ただの症状だよ、それは。いや、これはね、うん、あんな、あんまりね、やっぱり薬飲むって、うん、まあ体に悪いからね。あ、いいのかな？いや、悪いのかな？悪くはない。じゃあ、何なんだろう、薬飲む話すからじゃ。薬飲む、うん、お前薬飲む、逆にお前何で飲まんか教えろ。なんで飲まんかロマンスカーみたいな。ロマンスカー。最近飲んだ薬シリーズいこうか。いや、どういうシリーズそれ。最近飲んだ薬か、ちょっと待ってよ。あ、ヘパリーゼ。あれ薬じゃねえかな。あの、肝臓、だから、要は俺酒飲むからさ。ヘパリーゼは薬じゃない。じゃないの。あれは、あの、漢方。医薬除外品みたいな。漢方です。ダメダメ。あの、俺ね、病院ってさ、俺精神病院とか行ってさ、ヘパリゼ出されたら俺、先生殴るよ、俺。いやいや、殴るよ、もう病院でやるよ。ちゃんと薬入れよ、お前。いや、久しく飲んでない、そういうの。飲んだ方がいいぞ、お前。お前、やばいの飲んだら良くなるのかな、なんか。何飲んだらいいの？無比とか飲んだらいいの？無比飲め。うん。無比とか。ゲル状のやつ。あ、無比とか、うん、あの、金柑とか、ごくごく飲め。あ、ドリンク、昔だったやん。昔さ、ピンクのドリンクとかあったやん。錠剤なかったか。粉か、うん、なんか飲む。まずいさ。うん、あるよ。風邪薬のね、風邪薬みたいな。よくさ、うん、よくさ、内科とか行くと、出されるの。あったね、こんな変な、こんなちっちゃな、こんなやつね。なんかピンク色だったりとかさ、うん。何これみたいなやつね。なんか変な色ついたやつ、うん、まじいやつ飲まされてさ。で、お前、だからお前なんでさ、ADHD なのにさ、うんお前って ADHD の典型的だから。典型的な ADHD。典型的言うな、もう本当にさ、軍国主義だとして、うん、おい、今からすぐに ADHD のやつ連れてこいって言われたら、はい兵隊さんって言って。多分俺は多分兵隊に選ばれてる。ペッペペッペペペペって、お前んちにピンポンピンポンピンポンって。真っ先に撃たれるやつやから。おのぶ、ちょっと、ちょっと、じゃあ来てくれ。何でもいいから来てくれ。何でもいい。レモンとヨーグルトが2種類。あれの方がいいから。ヨーグルトレモンでもいいし。え、ケンパもらえるヨーグルトあげるから。それで降りて、とりあえず玄関まで降りてこい。まあ玄関まで行くわ。うん、来て。うん、来いよ。これ。降りるわ。はい。ちょうだい。あ、もうちょいこっちこっち。ダメ。いいから来い。ヨーグルトちょうだい。6シート。ヨーグルト。あ、うめえから。来た。お前が伸びしこか、お前。お前ちょっと今からちょっと来い。一緒に来い。連行する。憲兵か、お前。てて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 。急に憲兵みたいな。連れてまいりました。ADHD の柴田伸びしこです。お貴様か。肩書きいらねえだろ、お前。ADHD の代表といえば君か。そうか、君は今からな、いろいろやってもらう。やってもらうことがいっぱいある。まず今から君は精神病院に、今から1ヶ月間入院してもらう。わかったか？急にちょっとなんか、戦闘員ならいいけど、急に入院やめてよ。
入院してからだ。入院して、ああ、健康診断みたいなもんかな。健康診断や。うん。大丈夫や。大丈夫大丈夫でしょ。ADHD って何か合ってるの？さ、今、1ヶ月間ずっと寝込んどりゃいいから。いやいや、もう何大丈夫よ。病気と麻酔打っとくから。いやいやいや。寝てていい。ずっと寝てりゃいいから。ずっと寝てりゃいいから。大丈夫。何もせんでいい。何もせんでいいよ。何もせんでいい。治験みたいなもんや。治験でも。なんか薬打たれるだけだよ、もう。もう、やりたときにゲームとかやってくれや。とりあえずもう飯食って寝て、うん、漫画読んどれ。うん。な。え、とりあえずいいから。何かさせろっていう人。いやおい、長えな。前振りがを。だからお前それだけ ADHD の毛がある、うん、ADHD のちょっとじゃあ、俺が言う。ADHD って何かあるあまりにも、デラックスな、うん、半端ない。半端ない。ダメ、ダメ人間。うん。あ、ちょっと待って。あ、段階中にやる。どうも、まなぶでーす。どうも、林刑事ですってやってなかったの。急に今日始まっちゃったね。こっから終わるってこと。そう、まあ、それは、はい、そういうことで。ちゃん、ちゃん、ちゃん。はい、終わり。はい。まあ、あれはかん。前回のランドセルの回の話。そう、ランドセルが、お前なんか、俺はランドセルって、うん、ちょっと子供に負担すぎんか。重いよ、だって。いやいや。いや、俺は家から近かったけど、うん。じゃ、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 お前、ランドセル重いって言ってんの。いやいや、お前ランドセル、ちょっと待って。お前、ランドセル重いって、体感したことあるんか、お前。いや、俺はしてないことないよ。じゃあ言うなって。いやいやいや。じゃあなんでお前はランドセルを語ったのか。いやいやいや、ランドセルは重いから、俺子供ながらに、なんでこんな重いも持って、しかも給食袋持って、部活のやつ、書道のやつ持ってっていうふうに思うから、これは子供の時からずっと全部学校に置いたからね。だから、ランドセルは正味空っぽ。ほんとぬるいわ。だから、ぬるま湯だわ。国産シャースーリーへ全部学校に置いてあったし、書道道具も一回帰って洗いねよって言っても全部学校に置いてある。音楽道具も、なんか、縦笛も洗いねよって言うけど、洗うわけねえだろ、もう全部置いてある。俺ね、それはっきり言わせてもらっていい、うん、それの余裕。家が近いから、そういった余裕が生まれるんだって。うん、あのね、家近いと、あ、このまま置いとこうかとか、これ、あなたはすぐ学校行けるからいいなって、安心感がある。俺らちょっと離れると、だから急に算数の宿題やってきなさいって言われて、で、そう、お前例えばさ、算数の宿題やってきなさいって言われて、だから教科書が学校だから、だから、あ、取りに行こうって取りに行けるだろ。いや、行けないし、まあ行けるじゃん。行こうと思えば、俺らよりも行けるじゃん。行かないから。いや、でも行こうとも行けるし、例えば宿題忘れてきたもん、あっと思って、最悪でもいいわ。あ、最悪な、最悪な。最悪で、最悪、次の日、ちょっと人よりも早く行きゃいいわけ。早くて宿題やっちゃいいやん。ってことできるわけじゃん。集団登校だから、早く行けねえし。お前ら集団登校もくそもあらへんやんか、近いの。集団登校どういうことやねん。逆におかしい。俺別に宿題ができなくなって恥ずかしくなるだけの話やもん。いや、お前宿題やれよ、お前ぐらいは。いや、宿題ぐらいはやれよ。家が近いので。集団って言うけど、お前集団になるよりも、自分が先に学校行った方が早いやろ。そうだね。学校の横だから。だろ集団下校とか集団登校、全く意味がない。意味ないだろ。あれ思っとったろ、なんでこんなじゃまんねんって。わざわざ、校門よりも遠いところにちょっと回ってから、地元の後輩を集めて学校行くみたいな。だって、正直、あの時の同級生で、一番学校に近いところに住んでたのお前じゃねえの。いや、俺以上に多分近かった。高部もおったか。高部も近い。いや、高部まだ裏だから、まだ。でも裏から行ける。門よりも、裏は入る。あ、でも、まあ、そうだな。先生も。正門じゃないから。正門の距離で行ったら多分。正門の距離で行ったらダントツだよ。集団なんとかって。どんどん嫌いだ。だから、ま、あれ前も言ったじゃん、だから。いやね。その悲しさもあって、うん、その要は、学校終わってからみんなで帰ろうぜって言って、うん、帰り道に石蹴りするとか。じゃあ、それはやる。それはね、ランドセルの、なんかみんなでじゃんけんで負けたやつが、電柱2個まで運ぼうぜとか、そういう遊び一回もやってこないから。いや、それはなんでそらつまらんじゃん。逆に。やりたいんだよ、俺。やりたいんじゃないで。逆になってみたらやりたいんだよ。これは、逆だったらやりたくないねん。やんのそれ俺らの40個ぐらい持ちやろ。違うな。俺らとしては、先輩にやらされとったの。お前は、その何、公平 ?1 年生か6年生まで公平じゃないからな。悪いけど。うんうん、あのな、例えば、俺1年生だったら、兄貴おったわ。兄貴の時は1年生で、兄貴が上におったから、兄貴は当時、まあ、リーダーって感じだったから、おーリーダーね、兄貴の言うことが絶対的な感じがあったから、俺は。ゼウスね、ゼウス兄貴。でも兄貴が中学行った瞬間、変わるわけよ。ゼウスが中学行っちゃった。そこだと俺ともう、俺と、ゼウスはどうなの、ゼウスは。ゼウスの話はそっとしようじゃない。そこはそっとしようじゃない。
キマザとかいろいろあるから。ゼウスは違う。キマザとか違うのね。EW があるから。藤森のな。まあ、そこほっといて。商品のいじめね。まあ、俺の頃は、あいつがいなくなった瞬間、俺が分断者になるわけよ。うん、で、俺のライバルに、そこの時には、まず、おるのは、近くにおるったのは、だろ？おう。はいはい。あと、あと、ってやつは隣におった。これ全部もう、俺ライバルとして、あいつら、あいつ置いていこうぜ、みたいになる。先に学校行って、集合場所にいなかったりするねん、もう。ああ、なるほどね。うん。あれ、あいついねえやんけ、みたいな。走りなのに、降りてこない。前日にも10分前に出発しようぜ、みたいな、企んでたりするねん。そういう嫌な経験とかしてへんだろ、お前。なるほどね。だからお前はそういうことは分かってないんだって。てか、多分俺らもうね、そんな頃のことは、どうでもいいと思ったね。なんでどうでもいいんだよ、いいじゃん。でも、あの、当時は必死だったの。必死だったの、うん、な難しいね、子供って、本当に。うわ、ムカつくわ、こいつ。いや、わからないもん。だからランドセルを、わからないもん。ランドセルを語るっていうのはすごい、ランドセルよりも重いもんで言ってるわ。あ、いい、じゃあ、お願いしますか。人間関係。響いたの。いやー。まあ、ダメだな。基本多分ね、これってわからんけど、でもノブが多分生きてきた環境と、俺が生きてきた環境、いろいろ苦労はあったと思うんだけど、やっぱその3、学校が近いか遠いかっていうことの悩みに関して言えば、あー、まあまあまあ、絶対お前は楽しとる。そりゃそうだよ、だって。あの、キーンコーンって瞬間に出ても間に合うの。あー、ムカつくな、殴ってそうなんだ、そこらで。俺らはもう、キーンコーンガーン。やばい、行こう行こうと思っても間に合う。俺らの場合は、もう何時に目待ち合わせして。集団登校が。ましてや、俺らさっき言ったか、メンバー言ったじゃん、同級生のメンバー。うん、じゃなくて、その妹とか弟もおったりするんだよ。はいはい。な、まあ、集団だからね。そうなると、もっとめんどくさいね。ああ、妹遅いやんけ。ああ、まだ来た。あ、今日風休みとかね。休みとか、こんかったりすると、もう先行っていくか、ちょっと親に聞いてきてとかさ、そういうことも起きるの。お前そんなことも経験したことないだろ。ない。あ、なんかムカつくな、お前。いや、マジで、その辺だよ、お前。まあ、こいつはいい加減ですよ。はい、はい、いやー今日も団塊ジュニアなら終わったで、あーもしよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますわ、頼むわ。